今回の豪華の富士は、県内で最も歴史の古いと言われます甲府一高にやってまいりました。それでは行ってみましょう。甲府第一高等学校甲府一高は創立が明治13年、山梨県下でも最も古い高校で120年以上の歴史を持っているんです。校舎は新しくなってますけどね。甲府一高の校風はボーイズビーアンビシャス、少年よ大志を抱け、あまりにも有名な言葉ですよね。クラーク博士に師事した学生が後に甲府一高の校長になってこの言葉を講座にしたんですね。相当気合入ってますけれども、飲まれないように頑張ります。行きましょう。校歌を披露してくれるのは応援団、吹奏楽部と生徒会の皆さんです。甲府一高の応援団は50年以上の伝統を誇り、演舞で校歌を披露するということは特別な思い入れがあるそうですよ。それじゃあ聞いていただきましょう。この鐘は校舎の中庭に設置されている学校の象徴とでも言いましょうか。日進鐘と言います。昔はチャイムとして使われてました。今は卒業式の日だけこの鐘を自由に鳴らすことができるそうです。現在の校舎は平成5年に新築されたものです。ですから10年以上前に卒業された OB OG の方にはこちらの映像が嬉しいんじゃないですかね。この映像は今から22年前、ちょうど学校創立100周年の頃に撮影された一高の様子です。さあ高架の富士、3番で富士山が出てきますよ。はい、迫力ありましたけどもね。いや入っていかれへんだよね。もういつも歌ってんのちゃうの。入っていかれへん。あれ入っていかれへん、ね。なんかね、威圧感が。叫びまくってるし ね。立ちまくってますよ。で今回ですね、一高の校歌の中に、はい、富士山という言葉はなかったと思うんですけど。なかったかな。富士山はないんですね。富士山はないんですが、ないね、不要という不要、うん、言葉で表してるんですけど、これ調べてまいりました。調べた。ね、図書館で本当に調べたんですよ。新太郎さんが図書館、はい、この不要という意味はですね、それはこれ本当です、マジですから、これ、はい、お願いします。完成された富士の美しさを人格者に例え、作詞者は友達同士互いに切磋琢磨してこの学び屋で完成された
人格者を示すよう願いを込めたのではないでしょうかというですねことを国語の三井先生に教わってきました。教わったんじゃないですか。1時間にあたりぐらい。ちょっと見して、分かれへんね今の説明で、何、うん、確認しましょうか、うん、確認、完成された富士の美しさを人格者に例え、うん、で作者は友人同士が互いに切磋琢磨してこの学び屋で完成された人格者を志すように願いを込めた、うん、いや富士山のような不要、ねえ、うん、ねえ、深い言葉ですよね、いろんな意味で捉えられますけど、うん、そういうふうに言うんですな、はい、あ三井先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。出るまくなかったですね。出るまくないんですよ、そうですね、本当にね、緊張感を覚えた感じで、いやいやいや、あんな応援だ、僕初めてでしたからね。伝統校やからね、やっぱり一高出身の方はいいじゃないですか、ああいう姿勢、ね、俺大好き、ああいう姿勢、うん、さあ続きましてはちょっと心を温めましょうか、はい、富士山麓日記です。また温泉ですか。違う温泉です温めるんです2人です